おはようございます、こんにちはじゃなくて、おはようございます、丸田大社です。はい、今ね、5時半ぐらい、5時過ぎなんですけど、かなりの、寝起きです。はい、そしてね、今日からジュニアオープンという試合が始まります。まあ、だけど僕の出番がまだ明日なので、今日の企画としては、プロサーファーが試合前、前日でどういう風に過ごして一日を過ごしとるのかっていうのをやっていこうかなと思います。まあね、これを見てちょっと参考になる人もおれば、ちょっとどういう風にプロサーファーが過ごしたのかなとか思う人もおると思うので、ちょっとね、そういう感じで一日の雰囲気を撮っていきたいと思います。ではね、早速、もう5時過ぎで、海でロスさん、僕のコーチが待っとって、朝からね、1回セッションしてやっていくということなので、とりあえず海に向かっていきたいと思います。それじゃあ向かっていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。おはようございます。おはようございます。プロさんやばいんですか、今日早すぎてびっくりしちゃった。ちょっと時間が守れない。あれ6時15分遅刻。そうです。うわ、早すぎると思っとったら僕が遅い。そうです。うわ、もうね、朝波情報チェックして、風変わって波変わってね、みんなね、今日勝つための準備はしてますんで。そうですね。はい、はい、というわけで起きて、まあ朝練、ね、起きてからちょっと朝入っていきたいと思います。とりあえず朝練ということで、ね、ロスさんもいるんで今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでやっていきたいと思います。はい、今練習してきました。まあ、とりあえずね、朝練習終わって、まあ、今、8時なんですけど、まあね、若干2時間ぐらい、サーフィンの練習して、ちょっと今からね、泊まってるところに戻ってちょっと休憩していきたいと思います。とりあえずね、あのサーフィンの調子はまあまあ、まあ、ちょっとね、転ぶことが目立ったんですけど、まあ、とりあえずあと半日、まあ、できるので、ちょっとね、転ぶのをなくしていきたいと思います。はい、ちょっとね、ロスさんもおるんで、ちょっと調整をしながら今日一日過ごしていこうかなと思います。はい、これからね、あのプロがどういう風に一日を前日、試合の前日を過ごしていくかっていうのをやっていくので、ちょっとね、ちょっとこちょこちょ一日を撮っていきたいと思います。では、着替えていきたいと思います。
美味しそうだねこれ。自分はね、あのクラムチャウダーにクロワッサンをつけるスタイルでいってもらおうと思います。パン屋さんもチャンネル登録してくれました。しました、和田パンです。休憩は何やってるの？休憩はですね、YouTube 見てますね。最近 Netflix とかも見やんくなって YouTube ばっか見とりますね。それも勉強？まあ、もちろん人生の勉強っすね。はい、このチャンネルガードマンというね、このガードマンというチャンネルを見て人生の勉強します。よし、ちょっとね、休憩したんで昼ご飯行っていきたいと思います。行きますか？行こう。はい、とりあえずちょっと昼ご飯行ってきたいと思います。昼ご飯はね、昨日も来たんですけど、ちくらの目の前にあるここのサンドウェーブ、サンドスウェルかっていうなんかカフェみたいなとこで昼ご飯ね、食っていきたいと思います。ついでにちょっとサブちゃんの編集もな、あの練習前に、ちょっと時間あるのでちょっとやっていきたいと思います。ちょっとね、なんかロコモコうまかったからちょっと食っていこうかなって行きます。ここのね、ロコモコが最高なんですよ。チャンネル登録よろしく。はい、ですね、夕方、まあ、さっき昼ご飯食って、まあ、ちょっとね、試合を見とって、あの僕がね、予想したあの岡野蓮君、優勝しました。素晴らしい。で、今やっとるのが僕が予想している岩見天使君なんですけど、あのね、天使も優勝しそうです。なので、予想した2人が、まさかのね、優勝しそうですね。なのでね、僕も明日、自分が勝つと予想して試合に挑んでいこうかなと思います。はい、それではね、夕方もロスさんに構築してもらうんですけど、まあ、今日は本当に何て言うやろう、まあ、緩く、そのあんまりその力みすぎずに一日を過ごしたかなと思います。まあ、こんな感じでね、やっぱりその、はい、YouTube は YouTube でもその時間、本当に空いた時間だけでやって、まあ、試合は試合なので集中していきたいと思います。はい、それでは行っていきたいと思います。あの予想したね、岩見天使くんがね、優勝しました。おめでとうございます。それでは行っていきたいと思います。15分ヒートね、練習してきたんですけど、まあ、大したものは決めれなかったけど、まあ、ランドはランドアップできたかなと思います。15分だからな、ちょっと短くて、じゃあ、ちょっと帰ってきて、また4本、15分と。それでは、じゃあ帰ってやっていきたいと思います。いたいと思います。はい、お疲れ様でした。ちょっと一言いいですか？あ、俺？あ、真面目に、ね、明日勝ちましょう。はい、優勝したいと思います。はい、できるできる。はい、今日はね、今日一日ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。今日はあんまり会えなかったね。そうですね、まあ、明日は試合本番なんでね、頑張っていきたいと思います。ぜひ楽しみます。勝つよ、やるぜ。よし、帰ります。じゃあね。
優勝おめでとう。ありがとうございます。どう、緊張した？結構リラックスして、まあ緊張少しあったんですけど優勝できてよかった。でも最初からいいの乗ったもんな。はい、最初いいの乗れて、そこからどんどん調子上げれて、もういけるなと思った。最初の2本まとめてからちょっといけるなって思いました。また頑張ってよ。はい、おめでとう。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。まあ、夕方だけどね。夕方ですね。練習ですか？いやいやいや、ちょっとこの辺に住んでるんでチェックしに来ました。チェック、はい、ちょっと遅いけど、ね、ロスに会いに、ロスに会いに来ました。俺に会いに来ました。もちろん俺ですか、はい、ああやばいね、世話になってるから挨拶来たんだね。そう、挨拶来ました。素晴らしいですね。先輩にさ、ジュニオープンの勝ち方教えてもらった方がいいよ。勝ち方教えてもらって負けてるんで俺もこの間どうやってやったら優勝できますか？いやいや、こういうの負けてるんで負けないですよ。あの嵐くん通りのいつものようにサービスすれば勝てたやつだね。そうっすね。そうっすね。あのブローテール3発やった。1本のないで、1本でもうあんなんで全部やばい。上いない。そうっすね。舐めてるよ。相変わらず舐めてますね。やばい。